マリオ・ジャルデウアウメダ・リベイロは、ブラジル・フォルタレザ出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションはフォワード。スーパーマリオと呼ばれる。スカウトの目に留まり、バスコダガマに加入したが、出場機会に恵まれず、グレミオフブッパに、レンタルされると、頭角を表し、エース・ストライカーとして、1995年、コパリベルタ・ドーレスでは12ゴールを決め大会。 得点王になる活躍で、チームを南米王座に導いた。また同年通算44ゴールを決め、クラブ年間最多得点数を更新した。1996年レコパスダミリカーナのタイトル獲得にも貢献。あとのポルトガルプリメーラーリーガでは5度の得点王に輝き、通算174試合で183ゴールを挙げる。優れた。 得点感覚を持つが、精神的に不安定だったことや、肉体的な衰えが関係し、セリエ A、プレミアリーグ、リーガエスパニョーラなど、他の欧州トップリーグでは、同じように輝くことができなかった。ブラジル代表では1996年8月、ロシア戦でデビューし、2001年のコパアメリカのメンバーであった。バスコダガマからレンタルされる際、 資金不足であったグレミオは、ダイヤル Q2 サービスで、ファンに協力を求め、移籍が実現した。ありがとうございます。